野球界では打撃術を語るとき、当たり前のように開く、開いている、開くなという言葉を使う。しかしこの言葉を聞いて、なんで開いて打ってはダメなのだろうかと不思議に思ったことがある方も多いのではないだろうか。今回はそんな開くなの真意を3つ発見したので、そのことについて話していきたいと思う。その前にまず、なんで開いて打ってはダメなのか、この3人の発言を聞けば理解できるので聞いてもらいたい。まずは西俊久氏の発言から。開くとは文字通り体がピッチャーに向かって正面を向いてしまうことを開くと言いますけど、例えば構える時に開いているというのは、これは開くではないんですね。そして打ちに行った時にアウトステップをするということも別に開いているというわけではないんですね。開くとは右バッターであれば左の肩、または肩のライン、それから左膝が前、ピッチャー側を向いてしまったら、これは開くということになります。要するに打ちに行くときに肩か膝が開いて、体の中の力が外へ逃げてしまうことを開くと言います。というように、西氏は分かりやすく言うと、早い段階で肩や膝を開くと体の中の力が外へ逃げ、ボールにうまく力を伝えられないため開いてはダメだと言っている。要するに、打撃において皆が口を揃えて開くなという理由の一つ目は、早く開くと体の力が外へ逃げ、力強い打球が打てなくなるから、皆開くな開くなと言っていたのだ。続いてはイチロー氏の発言を聞いてもらいたい。バッターというのはこの部分、胸がピッチャーに見えていくと不利になる。早い段階でここ胸が見えていくと、あまりいい結果を望めない、ヒットはあまり打てない。これ胸が見えていくということは、バットが必然的に出てくる、グリップが出てくるわけですね。ということは、いろんな変化球に対する対応がしづらいということなんですよ。グリップは絶対ここ後ろの位置にあった方がいいんですよ。常に残っていた方がいい。グリップが残れば、全然待ってない球でもなんとかこうバットを出すことができるんですよ。なんとか当てられる。でもここで早く開いて手が当ててきたら、もう全くバットをボールに当てられる可能性ないですもんね。というように、イチロー氏は早い段階で開いて胸がピッチャー方向へ見えていくと、それにつられてグリップが前に出てきて、必然的にバットも前に出てくるので、遅い球、つまり変化球に対応できなくなると言っている。要するに、皆が口を揃えて開くなという理由の2つ目は、早く開くと手が前に出てきて変化球に対応できなくなるからだった。続いては落合博満氏の発言を聞いてもらいたい。先に開いて肩を回しちゃえば、開きに対して手が遅れるから円運動になり、前が小さくなってみんなドアスイングになる。胴体ってこれしかないから簡単に回る、開くんだよ。こうしながらバットを後ろに引きながら開いて打ちに行ったら、手を置いてきちゃう。だからそれ見てみんな解説者の人が言う、バットが出てきませんとか、キレが悪いって。キレが悪いんじゃないの。この胴体を先に回しちゃう、開くから手が追いつかないの。長いもん、手は胴体はくっついてるんだもん。というように、落合氏は一言で言えば、胴体に対し腕は長いので
胴体を早く回し体を開くと、体の開きに対して手が遅れる。だからバットが前に出てこなくなり、ボールを前で捉えられなくなると言っている。要するに皆が口を揃えて開くなという理由の3つ目は、早く開くと前でボールを捉えられなくなるからだった。そしてここからは個人的な見解になるが、私はまず1、早く開くと体の力が外へ逃げ力強い打球が打てなくなる。2、早く開くと手が前に出てきて変化球に対応できなくなる。3、早く開くと体の開きに対して手が遅れるので前でボールを捉えられなくなる、というこの3つの開いてはいけない理由を発見したとき、西氏の言う早く開くと体の力が外へ逃げ力強い打球が打てなくなるという理論はほとんどの選手に当てはまると思った。ただ一郎氏の言う早く開くと手が前に出てきて変化球に対応できなくなるという理論と、落合氏の言う早く開くと体の開きに対して手が遅れるので前でボールを捉えられなくなるという理論はあまりに違いすぎると思った。なぜなら、片や早く開くと手が前に出る、片や早く開くと手が遅れると真逆のことを言っているからだ。なので私はこれはどういうことなのか考えてみたが、私が思うにこの2人の理論がここまで違うのは、イチロー氏はバッターのタイプとして早く開くとグリップが前に出てきやすいバッターであったのに対し、オチェイ氏はバッターのタイプとして早く開くとグリップが前に出てきにくいタイプのバッターであったことが理由だと思った。これはひょっとするとイチロー氏が右投げ左打ちで引き手が強く、落合氏は右投げ右打ちで押し手が強いことが原因であったり、一郎氏の体重移動が大きいのに対し落合氏は体重移動が小さいことが原因であったり、一郎氏はミートポイントを後ろにして打つことが多かったのに対し、落合氏はホームランバッターなのでミートポイントが前だったことが原因であったりするのかもしれないが、いずれにせよバッターにはいろんなフォームや特徴があり、この2人は開いて打った時に出る特徴が真逆だったので真逆の打撃理論になったのだと私は思う。そう考えると打撃理論には正解がないとつくづく思うが、ただ私が調べた限り野球人のほとんどが開いて打ってはダメという理由には、1、早く開くと体の力が外へ逃げ力強い打球が打てなくなる、2、早く開くと手が前に出てきて変化球に対応できなくなる、3、早く開くと体の開きに対して手が遅れるので前でボールを捉えられなくなる、という3つの理由があることが分かった。なので野球をやっておられる方は開くなという理論を聞いた時には、開くなの前に自分で早くという言葉を付けたし、この3つの理論を思い出し、自分は一郎タイプなのか落合タイプなのか考え、参考にしていただければと思う。